万でございます。佐藤伊藤酒店晩酌151今夜も佐渡島からお送りします。今日は店の中からやっております。4月の25日、木曜日、あの時以来ちょっとどぶろくの話が、どぶろくのことが気になって、どぶろくを飲み続けておりますが、何が気になったかというと、その成分、白いこの要するにもろみの濁っとる部分が、一つ油をなんか吸収して、こう体に油を何と結びついて、体に吸収線でこう出してしまうという、そういう効果というか役目があるそうです。このもろみの部分で、これ今ということで、佐渡の相川関の、はい、佐渡発酵さんの昔ながらのドブロクってやつ、アルコール度数が12度のやつで、これは、そのテレビ番組の時はドブロクっちゃ、清酒、酒と同じように作ってたら絞らんだけだと言うとったんですけど、これの場合はその絞、そこに番組にも出とったんですけど、酒母、酒の元になる絞をそのまま瓶詰めした状態で、この甘酸っぱいやつなんです。おお、本当に甘酸っぱい、うんとこうこの辺に来る甘酸っぱさがあって、これがまあ昔でいう、昔からなんかこう蜜造酒のようごとく作られとった本当の海のドブログじゃねえかなと思いますけど、これの白い部分が、この料理、油料理か肉料理なんか一緒に食べたり、油も食べたりした天ぷらとか、そういうものをの油をこうと結合してというか吸収して、体に入れんでそのまま出ていってくれる役割を果たすということを言われたということで、まあ、油料理って脂っこい料理にはこれがこれからは、必要というか当たり前になっていきそうな、そんな気がします。おすすめしていこうと考えております。肉料理、脂っこい料理にはどぶろく、この甘酸っぱいのと、こっちには、普通に酒と同じように作って、絞ってないやつ、まあ時間が経つとどうしても下に沈殿して上積みがこうできるわけだけど、これもどぶろくです。この白い部分が油を吸収して体にこう油が入っていかんと出ていってしまうような、そういう役割があるという、この白い部分、これが重要なようです。そんなどぶろくの話、それともう一つ何か効果があるということ、もう一回これ一本終わったら、録画をもう一回見ていきます。はい、この甘酸っぱさはなんかスカッとしますわ。油料理、肉料理にも合うんじゃねえかなと、そんな気がします。はい、肉料理にどぶろく、よろしいんじゃないでしょうか。まあ今冷や冷たいまま飲んでおりますが、また缶してもいいかと思います。はい、ではそういうところで体に優しいどぶろくの話でした。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151へ、この辺に並んでおりますが、でした。はい。